こんにちは、越智買取応援団です。時計ブランド有名モデルの歴史や誕生背景を探っていくと、新たな魅力を発見することができます。今回ピックアップしたのはタグ・ホイヤー。カーレースと深いつながりを持ち、 F1 やインディカーレースの公式タイムキーパーとして活躍するスイスの高級時計ブランドです。タグ・ホイヤーは古くからストップウォッチやクロノグラフの技術に長けており、数々の名作ウォッチを世に送り出してきました。その中でカーレースのチームや著名なレーサーにも愛されてきた歴史があり、多くのファンを獲得してきました。例えば有名なのはこちらセルというモデルで、現在はリンクというシリーズに系譜が引き継がれていますが、かの有名な F1 レーサーアイルトン・セラが愛用していたモデルです。そしてこちらも有名モデル。映画俳優でもありレーサーでもあったスティーブ・マックイーンが映画劇中で使用したスクエア型の腕時計モナコです。1970年代のモデルですが、現在も発売が継続されています。1992年からは F1 の公式タイマーも務めており、さらに2004年からはインディカーレースの公式タイマーに、カーレースといえばタグ・ホイヤーという地位を確実に作り上げています。なぜタグ・ホイヤーの時計はここまでカーレースの現場で愛されているのか、タグ・ホイヤーの時計開発の歴史とともにその魅力について見ていきたいと思います。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。ではまずはタグ・ホイヤーというブランドについて、現在の動向とその特徴を見ていきましょう。タグ・ホイヤーの創業は1860年、ドイツ系スイス人時計師エドワード・ホイヤーによって立ち上げられました。エドワード・ホイヤーは1856年16歳で時計メーカーに就職。その後20歳という若さでタグ・ホイヤーの前身であるエドワード・ホイヤー・ウォッチメーカーズを設立しています。ブランド名、現在はタグ・ホイヤーですが、1985年まではホイヤーの名称で展開されていました。同じくらいの時代に創業された有名ブランドにはパネライ、ショパール、ゼニス、IWC などそうそうたるメンバーが並んでいます。創業から約160年という長い歴史を持つブランドです。現在のラインナップは8コレクション。彼らフォーミュラ1、アクアレーサー、オータビア、モナコ、リンク、コネクテッドモジュラー、ヘリテージ、モデル数にすると実に300以上の現行モデルを発売している巨大ブランドになっています。そんなタグ・ホイヤーというブランド、卓越した時計作りの技術で創業初期より高い評価を得ていましたが、一つの転機となったのは1882年、懐中時計の形状でストップウォッチの機能を持たせたクロノグラフの開発でした。以降ストップウォッチおよびクロノグラフを中心にした時計作りに注力。1887年にはホイヤー紙、そしてクロノグラフの歴史において重要な技術が発明されます。それが振動ピニオンです。振動ピニオンはクロノグラフのスタートおよびストップ時に使用する小さな部品です。時計の動力をクロノグラフ側につなげたり離したりするための部品なんですが、当時はまだクロノグラフの機構がかなり複雑だった時代、スイッチを押してから複数の部品を介してようやく針が動き始めるという状態でした。振動ピニオンはその過程を簡略化したことで、スイッチを押してから動き始めるまでの時間を縮めることに成功。レスポンスの良いクロノグラフが完成したことで、より精度の高いタイム計測を可能にするとともに、構造の簡略化によって量産も可能となりました。1914年にはこの技術を使用して腕時計タイプのクロノグラフの開発にも成功しています。さらに2010年にはこの時代へのオマージュとして新型ムーブメントキャリバー1887が登場しています。いかに時代の先を行っていたかが分かりますね。その後もストップウォッチ、そしてクロノグラフに注力を続けたホイヤー。車や飛行機の車載クロノグラフの発表、特許取得を経て1916年には100分の1秒の計測が可能な機械式ストップウォッチを発表します。マイクログラフと名付けられたストップウォッチ、36万振動という驚異的な振動数で100分の1秒の計測を実現しました。振動数というのは時計の心臓部であるテンプが1時間あたりに動く回数を指します。1時間は3600秒です。振動数36万というのはその100倍の動きで針を動かすことができるため、100分の1秒まで読むことができるという仕組みです。その技術は高く評価され、やがてスポーツ競技の世界に用いられるようになります。マイクログラフがスポーツ競技で初めて正式採用されたのは1920年アントワープオリンピックでした。日本人が初めてオリンピックに出場したのは1912年のストックホルム大会。大河ドラマ「いだてん」の劇中でも描かれているためご存知の方も多いかと思います。1916年のベルリン大会は第一次世界大戦のため中止となり、その後戦争の爪痕が残るベルギーで復活開催されたのがアントワープ大会でした。テニス男子ダブルスで熊谷・カシオペアが日本に初のメダルを持ち帰った記念すべき大会です。この大会16位という結果ながらも日本人初のマラソン完走者となった金栗四三氏、その他世界に挑んだ多くの日本人選手のタイムを測っていたのがこのマイクログラフです。ホイヤーのストップウォッチはその後1924年のパリ大会、1928年のアムステルダム大会でも公式タイマーに採用されています。日本人選手が陸上や競泳などスポーツ競技においてもメダルを獲得した時代ですね。と思うとちょっと縁を感じるような気がします。オリンピックへの正式採用でクロノグラフにおいてリーディングカンパニーへと成長し、さらに技術に磨きをかけたホイヤー、次に取り組んだのはパイロット用クロノグラフウォッチの開発でした。1930年に完成したこのモデルは後に防水性能が追加されるなどの改良が加えられ、2人の偉人に愛用されることになります。1人はオーギュスト・ピカール氏、何者かというと後にロレックスディープシーチャレンジとともにマリアナ海溝最深部に挑むこととなる科学者です。潜水艇トリエステ号の開発者ですね。そしてもう一人はアイゼンハワー氏、言わずもがな後に第34代アメリカ大統領になる男、1945年当時は陸軍元帥でした。ちなみに彼も後にロレックスと関わりを持つことになります。ホイヤーとロレックス、直接関わりはないものの不思議と縁があったのかもしれませんね。ちなみにこの後の時代、1940年代後半から1950年代までは大きな出来事こそないもののユニークなモデルたくさん発表されています。タコメーター付きのオートグラフ、潮位インジケーター搭載のソルナール、潮位インジケーターとレガッタクロノグラフ搭載のマレオグラフ、第2時間帯の表示が可能なツインタイム、クロノグラフのみではなく他の技術にもチャレンジしていたことがうかがえます。ホイヤーに次なる転機が訪れたのは1962年2月。マーキュリー計画におけるフレンドシップ7ミッションでジョン・グレン飛行士によってスイスウォッチとして初めて宇宙に持ち出されることとなります。当時の装備品は NASA 公式ではなく飛行士の個人判断によって選ばれていましたが、オメガのスピードマスターよりも8ヶ月ほど早いタイミングに地球を飛び出し、地球の周りを3周して帰還するということに成功しています。その翌年1963年には彼らパンアメリカーナラリーという公道を使用したカーレースへのオマージュとして現在もブランドを代表するモデルの一つになっている彼らを発表。1964年には NASA による公式ウォッチ選定が行われましたが、そこにホイヤーのエントリーはなし。ロレックス、オメガ、ロンジンがアポロ計画用の腕時計開発で戦いを繰り広げている中、ホイヤーはクロノグラフムーブメントの製造メーカーであるレオニダスと協力。ストップウォッチの開発で培った技術とオリンピックで認められたことへの自信を胸に、スピード競技の最高峰ともいえるカーレースという華々しい世界へチャレンジの舞台を移していくこととなります。レオニダスとの協力により弾みをつけたホイヤーは1969年にキャリバー11を発表。これは腕時計の歴史上初の自動巻きクロノグラフの一つとなり、オータビアと彼らに搭載、さらにスクエアケースが特徴的なモデルモナコにも搭載されました。モナコは1971年に映画「栄光のル・マン」劇中で俳優スティーブ・マックイーンに着用され一躍注目モデルに。左リューズ仕様のマックイーンモデルは現在もその系譜が受け継がれ、現行モデルとしても発売が継続されています。そして同年、フェラーリレーシングチームのタイムキーパーとして正式採用されることに。カーレースでの活躍を目指したホイヤーにとってこの契約は大きな躍進となりました。タイムの計測には100分の1秒の精度を誇るクォーツ式のポケットタイマーも使用されていました。ところでさらっと進んでしまいましたが、この時代多くのブランドがダメージを受けたのがクォーツショックですよね。1969年に発表されたセイコーのクォーツウォッチは世界中の機械式時計メーカーの売り上げに大きな影響を与えました。フェラーリとの契約までは順調だったものの、徐々に業績不振に陥り、1982年にはピアジェの傘下に、さらに1985年にはタググループからの資金援助を受けることとなります。この時ホイヤーはタグの名を冠することとなり、タグホイヤーへとブランド名を変えたという流れになります。ただこの資金援助、決してマイナスなものではありませんでした。というのもタググループというのはマクラーレンの共同オーナーなんです。なのでホイヤーにとっては結果的にカーレースの世界で活躍を続けるチャンスの再来となったわけですね。そのチャンスをしっかりとものにした新生タグホイヤー、1988年には音速の貴公子の名でも知られる F1 レーサーアイルトン・セナとアンバサダー契約を交わします。セナが愛用したセルという時計、瞬く間に人気モデルとなり、ブランドの認知に大きく貢献しています。セルは現在モデル名を変え、リンクというシリーズで展開が続けられています。さらに新生タグホイヤーの快進撃は続きます。1992年にはカーレースの最高峰である F1 の公式タイマーに、2003年まで長きにわたり数々の伝説的なレースをサポートしてきました。2003年には1000分の1秒の精度を誇るクォーツ式クロノグラフマイクロタイマーを発表。2004年からはインディカーレースに舞台を移し、さらなる活躍を続けています。その傍ら複雑機構の時計制作にもチャレンジ、 V4 コンセプト、キャリバー360、グランドカレラなどのモデルを発表。バーゼルワールドへの出展を通じて技術の高さを世界へとアピールしていきます。そして2015年、タグホイヤーを象徴する新たなキャリバーが登場します。1887年に作られた振動ピニオンの技術をベースに作られた新しいキャリバーはホイヤー01と名付けられ、彼らに搭載、一大ムーブメントを巻き起こし、現在も高い人気を誇っています。以上、タグホイヤーの歴史背景について見てきました。カーレース以前はパイロット用、それ以前はスポーツ競技用としてスピードを追求する世界で成長してきたブランドなんですね。次なる仕掛けはということで、2019年の最新作をおさらいしてみましたけれども、発表されていたのはまさかの三進タイプでした。オータビアアイソグラフというモデルですが、オータビアはもともと1930年代に車や飛行機のダッシュボードに積まれていたクロノグラフです。その後ジャック・ホイヤーの手により腕時計へと進化していますが、その時は回転ベゼル付きのクロノグラフでした。なのでオータビアといえばクロノグラフなんですが、2019年の新作はなんと三進デートに回転ベゼルという組み合わせのシンプルなスポーツウォッチでした。大型のリューズやアラビア数字のインデックスなど、所々にレーシーな雰囲気を感じることはできますが、これまでのタグホイヤーにはなかった全く新しいジャンルの時計になっています。得意とするクロノグラフの技術追求とともに、こうした新しいチャレンジをやめない姿勢が一流のレーサーたちに愛された理由なのかもしれませんね。というわけで本日はタグホイヤーの歴史についてお送りしました。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。